皆さんこんばんは、広瀬優です。今さっき東京ディズニーリゾートから帰ってまいりました。やっぱり夢の国っていいですね幼稚園から小学生の子たちがね、結構多かったんですよ。まあ 冬休みだからってのもあるんですけど、ファミリーで来ていたりだとか、カップルで来ていたりだとかね、いろんな方がいて、でみんなニコニコしてるんですよね。でこっちもなんかハッピーになりますよね私やっぱその夢の国の力ってすごいなって思いました今回はランド C には行けなかったので、次回、今現在どんな風になってるのかってね、気になるので、それも含めてちょっと遊びに行こうかなって思います。はいで今回は先ほどの動画でボンボヤージュというお店で購入してきたものがありますのでご紹介したいと思います。それがこちらです。じゃじゃーん、ね、袋が可愛いんですよね。見てください、モンスターズインクにトイストーリーでしょ、あとこれカーズでしたっけね、とか、あと後ろの方が、はい、今年でディズニーリゾートは35周年になるんですね。ねで、あとはディズニーのキャラクターがあったりとかね、可愛いですね、袋からでは何を買ってきたのか、はい、もしかしたら皆さんの元に届くかもしれません。ゆうからの、ちょっと時期は遅くなりましたが、クリスマスプレゼントみたいな1年間、応援してくださった視聴者さんにちょっと、ね、プレゼントしようかなと思って買ってきました、ボンボヤージュというお店でしか買えない、商品を今回買ってきたんじゃないかなって思うんですけど、多分はい、それが3点あります。まずはこちらです。じゃん、中を開けますと、じゃじゃーん、すごいです。アソーティドクッキーって言って、ここに20個のクッキーがあって、で、色別に分かれてますよね。で4種類の味が入ってます。アーモンド、あとはごま、チョコレート、あとチーズ、4種類の味が入ったクッキーです。いやー、これは最高ですよね。ディズニーのお菓子って食べ終わった後再利用できるじゃないですか。そう、ケースとしてお土産としては嬉しいですよね、もらった方はね。まずこれです。で、あとはですね、じゃじゃーん、今度はミッキーの耳の形をしたボックスです。これもお菓子です。中は開けます。はい、オープン。オープンするとじゃじゃん、はい、こんな感じです。アソーティドスイーツってことで、こっちにはミッキーの形をした、これがオレンジケーキです。そしてこっちがストロベリーマドレーヌね。でこっち、これがチョコレートマドレーヌです。可愛いですよね。いや、これ嬉しいでしょ、もらったらねえ、そう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 、これとじゃーん、今度はアソーティドチョコレートって書いてあります。チョコレートですね。うん、では中を開けると、なんかね、本みたいになってるんですよね。じゃん、ね、こういう感じになってます。すごくないですか。そう、本です、本、すごいですよねで中を開けましょう。レッツオープン。じゃじゃじゃーん、やばいですよこれは。なんかちゃんとね、お皿も入ってるんですよね。ゴールドの35周年というマークの黄色に輝くお皿までついてて、そう、この下の4つがチョコレートバーらしいです。こっちブルーベリー、クランベリー、これが、アップルで、こっちが、マンゴーの味のチョコレートバーです。そうで、こっちがミルクチョコレートで、こっちがホワイトチョコレート、うん、でしょ。で、ジャンドゥーヤっていう、ミニカップのチョコレートになってますね。ー、かわいいですよね。そうそうそう、で食べるときにこの小皿に入れて食べるみたいな、おしゃれですよね。しゃれてません、このギフトはい、の3点を今回買ってきました。これが、税込み3500円。そしてこれの耳の形をしたこれは、税込み3000円です。でこれが、税込み3200円でした。はい、いかがでしょうか、皆さんどれが欲しいですかということで以上、
東京ディズニーリゾートの購入品をご紹介しました。じゃあ終わります。バイバーイ。